覚悟はええか。ああ、ええ加減なめとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつけじゃ。すかした顔してなめ腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。はあ、うわ、撃ち殺したけの。よし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。
私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれて警察は元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者と パフォーマンス抗争を引き起こし世間が東城会まあ確かに桐生さんけどなんとかならないんです誰がそもそも現役バリバリ警視庁のせっかくは上の首がだからって東城会の4桐生一馬ってのはいくら足洗うあのんおじさんは的な弁キリュウの出方なんか俺もキリュウ今頃あいつここはおじさん遥か俺が出会った頃そして俺の人生で親代わりお目覚めですか第五か噂ってのはほ来たよちょっとテーブルの上片付けてカージこんなとこに漫画置くなよ泉コップと水用意してはいほらシロご飯の時はタブレットしまってちょっと待ってもうすぐ一通り株価のチェック終わるんだあんたまさか本当に株買ったりしてないでしょうねそんな金ないでしょシミュレーションだけ三尾がまだ練習から戻ってないよあいつ張り切ってるな野球推薦の話でしょそんなにうまくいくかなただいまただいまはるか姉ちゃんおかわりあるご飯だけならね俺今日はおかわりいらないこの後大城と筋トレする約束してきたおじさん刑務所から帰ってきたら驚くね三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもってバカ気が早すぎだよまだ中学生なんだからでも野球推薦の話が来るなんてI
はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは、綾子お姉ちゃんも遥かの件は綾子もいい。それはでも、おじさん、遥かのことは気でも、遥かは必ず連れ、そうしたら分かったよ。豆もひ、豆まだだ、よし。はるかお姉ちゃん、はるかのことならそうだといい。はるか姉ちゃんが俺、そうか、まったく。おじさん、俺たちはるか姉、ああ、はるかお姉ちゃんを探し出す。そうだな。知り合い？ああ、あいつならすぐに出。お客様がおかけになった番号をお確かめになった。おじさん、いや、連絡、え、電話がダメなら、でもそれじゃあ、そろそろ晩ご飯の準備、あ、ううん、それに、そうか、あのね、おじさんが、はるか、そんな子だから。うん。あのさ、3年朝顔のみんなは、そう、もしかしたら俺が、おじさんは、わ、でも、ああ、
さっきね、はるかをね、SNS とか全然。そうか、はるかについてもしかしたら何か。はじゃあ僕ももう少し。すまないな。じゃあ今度帰ってくるとこっちもいろいろ準備。よく言うよ、カムロ町に。秋山って男さえ見つければ。またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこ。伊達さん。いえ、なん、まあ、たく、誰からも連絡が来や。ああ、でもよかったぜ。偶然でもこうやった。うん、まっとうに年く。長かったな。しかし、無所で。沖縄にはもう。そう。伊達さんは。殺しがあったんだ。カムロ町じゃ今。中国マフィアか。ああ。去年。ああ。その火事が焼けたのはアジア。で、そいつらと投資されて警視庁、真島と。何知らなかったのか。大悟がつか本家の面識。ああ、間違い。そうか。いや。久しぶり。もうってことは。いや、いいんだ、ママ。あら、そうなの。それより
伊達さんと店の前で会った。この町も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああそうだ。この辺りで。え、はるかちゃん。はるかちゃんが。ずいぶん前の話だ。理由は。そうなの、はるかちゃんと。そう、秋山の居場所を知らないか。ああ、少し前に変な事件。そうか。でもあと。ママ。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。Oh!
時間食っちまった。すいません、まだ。あれ、久しぶりだな。本当にお久しぶりです、マスター。あれ、聞きたいこと。スカイファイナンスの秋山って知ってるか。ええ、秋山さんですよね。あいつと連絡。そういえば秋山。そうか。ただ秋山さん、その噂を聞。そうか。遥かをこの辺りで。あれ、遥かちゃん。ああ、そうです。でもすまないな。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。殺してやれ。あいつらが。お前何見。いや別に気に食わないか。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。家伙！
誰。ちょうどいい。何、秋山って男をあんたらに。秋山なん、本当か。喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰っ。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。時間食っちまった。Hit!
ったく、時間食っちまった。なんだ、何をつった。そんなにどな、何もない。どういうつもりだ。そうか、你留在这儿，别让任何人通过。喂，可是这家伙，那你说什么？就那么办吧。不思議なもんだな。おい、日本人か。黙れ。なんだかわからねえが。ほう、别手下留情。縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんた、しばらく寝てろ。どういうことか説明してもらおうか。いや、いや違う。
しばらく寝てろ。ダメです。やだ。はるかだと。はるかちゃんのグッズって言ったって。さ、探せば。売ってたとし、そんな人の。ママは。え？ママはもしかしたらいい人。も、そんな悪い、まったく。あの子、はるかのファンだったのか。なんだ、スカイファイナンス、最近ここにいた。あんた古いダチだ。さあね、何か知ってるな。あんた、そうだ。おお、本当か。いや、ニュースに載った。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。秋山の居場、このすぐ近く。その前に。なんだ、そこの子。うん、それだけだ。長年わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし、しばらく寝てろ。イライラしてんだよ。殺すな。しつこ。